皆さんこんにちは、森崎アリスです。喋んないです。エムナちゃん久しぶり登場。エムナちゃんとですね、じゃがりこ L サイズを使ってポテリコを作りたいと思います。これあのミキちゃんの動画を見てくださった方はわかると思うんですけど、あのまあミキちゃんとこの前原宿デートした時にポテリコを食べたんですよ。ミキちゃん初体験のポテリコだったんですけど、作れんじゃねえかなと思ってね、喋りましたっていうで、ポテリコ作ろうと思ってさね。ポテリコをこれで作れるかどうか喋らなし立つのもやっぱりまずじゃあやりたいことなんですよ。あのダブルに分けようと思って、じゃがりこオープン。これの半分に分けて、まず半分に分けるダブルって言った？半分に分けんだよ。なんでダブルに分けんの？こっちはふやかします。でこっちはマッシュポテトに一回戻します。ふやけたふやけました。はい、これをそのまま揚げる方と、私的には期待してるのはこっちなんですよ。こっちのあのマッシュポテトにしてから形を作って揚げる方、絶対こっちが美味しいと思う。ポテリコいける気がする。やばくない？これ絶対うまいやつだよこれ。本物のこのじゃがりこよりポテリコっぽい。ん？じゃがりこっぽい。いや私もでしょ。いや。ケーキ。やめた。なかなかケーキして。ケーキ。次は？このマッシュポテトにしてからのちゃんとしたポテリコを作ろうっていう方のポテリコ。さっきのは違うやん。じゃがりこをそのまま揚げてみようっていう。めっちゃやばいじゃん、ポテリコじゃん。作れちゃったポテリコ。ちょっと塩をさ火にかけて。あ、やばいよ、ほらポテリコだよ。はい、まず普通にじゃがりこに、あ、じゃがりこをふかして粉つけて揚げた方はこんな感じ。ただのもちろんじゃがりこにしかならなかったということで、ポテリコは完成です。やばいよ、本当にポテリコになったよ。でも味がわかんないけど、見た目はリアルです。ちょっと食べてみましょう。めっちゃポテリコじゃない？ほらめっちゃポテリコ。食べてみたいと思います。いただきます。ポテリコだ。めっちゃダメでしょ。あそこで買うからだね。うん。え、だってめっちゃポテリコだよ、そのままだよ。すごいこれ。はい、ま、成功っていうか本物。本物じゃないよ。ということで皆さん、家でポテリコ絶対作れます。やばくない？あ、てか味がめっちゃ、ね、本物の味しかしないです。作ってみてください。ということで、森崎アリスとエムナ、エムナシでした。